ステウンスクリントは、デンマーク、シェラン島にある白亜室の断崖である。地質時代区分のダニアンキの模式地の一つとなっている。海岸沿いの 14.5km ないし 15km にわたる断崖であり、度重なる侵食によって 40m 以上の高さになった。デンマークの首都コペンハーゲンの南方 45km に位置する、この断崖は、スカンジナビア半島。 南ヨーロッパ、アフリカを行き来する渡り鳥の通り道としての重要性、気象生物の生息地としての重要性、さらには軍事史上の文化的価値を有する場所であるとともに、世界でも K ピコグラム協会が特によく露出した場所の一つという地質学的重要性を持つ。その地質学的価値が認められ、2014年にユネスコの世界遺産リストに登録された。 スティーブン・スクリント等と表記されることもある。ステウン・スクリントは、マーストリヒチアン期の最上層から、ダニアン期の最下層が露出している。イリジウムを含む、数センチメートルの黒色粘土岩層が、K ピコグラム境会を明瞭に示している。K ピコグラム境会は、恐竜絶滅の原因とも言われる、畜種ルーブクレーターを形成した、隕石衝突の痕跡と考えられており、 ドークレーターが海中にあるのに対し、ステウンスクリーントはその観察が容易であるため、地球史の解明への貢献も大きかった。その時期の化石も多く出土しており、ケピコグラム協会における大量絶滅前後の生態系の研究にも貢献している。ステウンスの地層群は1953年に建てられた冷戦期の要塞のトンネルの中でも見ることができる。 断崖の外行動物を含む白亜は通常兵器と核兵器の双方に対して高い対衝撃性を備えている。デンマーク当局は2013年に推薦した。世界遺産委員会の諮問機関である国際自然保護連合は登録を勧告し2014年の第38回世界遺産委員会で正式登録された。同じ年に申請されていた ワッテン会のデンマーク側への拡大も認められたため、デンマークは世界遺産リスト登録件数を2件増やして6件とした。デンマークの世界遺産登録は2004年のイルリサットアイスフィオルド以来のことである。世界遺産としての登録名は、英語登録名、普通語登録名とも、デンマーク語をそのまま使ったスティーベンズ・クリントである。その日本語表記は以下のように揺れがある。 この世界遺産は世界遺産登録基準のうち以下の条件を満たし登録された。旧ホージェラップ協会2008年にステウンスの要塞が冷戦博物館として一般公開された。博物館の特色は軍備の大規模な展示と要塞地下施設での1時間半ほどのガイドツアーである。地下施設には1 6トルのトンネル群、居住区、司令部などがあり、 病院や礼拝堂も備わっている。また、15センチ砲2門のための補給所を2棟も残る。トンネル群は地下18メートルから20メートルの深さで、ステウンスの白亜層に穿たれている。最高機密であった。この要塞は1953年に建造されたもので、2000年まで実際に稼働していた。ステウンスの断崖の上には、 西暦1200年に遡る旧ホージェラップ教会が建っている。この教会からの階段を通って崖に行くこともできる。この教会には侵食の結果、断崖が迫り、1928年の地滑りでは内陣が崩壊し、外貨に転落した。これに代わる新しい教会は1913年に崖から300メートルのところに建てられた。ありがとうございます。